はい、どうも、音楽ライターのいげちゃんです。そんなわけでね、ちょっと長くなりそうだったんでね、セカンドステージね、また別途分けて話すことにしましたということで、21曲目以降ですね、話していこうと思います。セカンドはね、山本達彦さんからね始まりました。山本さんはね、基本的にピアノ弾きながらっていうスタイルだったんでね、今回歌って2曲も両方ともピアノ弾きながらっていう感じでしたね。はい、で再びの荻野目ちゃんですね。で、荻野目ちゃんはね、246プラネットガールズって曲を歌ったんですけど、24のコネクションっていうねアルバムがあるんですけど、それの曲なんですけどね。でこれね、荻野さんが丸ごと1枚全部作詞してるんですよ。なのでコンセプトアルバムみたいになってまして、で246ってね、もちろん国道246ね、ルート246なんですけど、ね、東京の方はご存知だと思うんですけど、青山通りね、それから渋谷に抜けてくっていうね、あの通りなんですよね。なので六本木とか青山渋谷っていうね、そういうところにこういる若いね男の子女の子みたいな、それから芸能人とか、まあなんかいろんなそういうちょっとこうなんて言うんだろうな、東京っていうところの華やかな世界への憧れみたいな、そういうのを象徴する言葉として246っていう風に多分使ってるんだと思うんですよね。でそういうところのこう華やかさの裏にあるこう儚さみたいなものとか、そういう感じの作品になっていて、結構ねいい曲多いんですよ。なので、ね、これを取り上げてくれたのはちょっと嬉しかったですね。それからですね、中島めぐみですね。なんとね、河合直子さんのデビューを歌ったんですよね。河合直子さんの唯一のナンバーワンヒットなんですけどもね。まあまめぐね、ちょっと個人的にはですね、実はこういうアルバムがありまして、真夏のイノセンスっていうね、若き日のね浅野敦子がこうジャケットっていうだけでもう買いなんじゃないかっていう感じなんですけどね。まあ要するにね、瓜野さんが作詞した曲のまあ、トリビュート版ってことでね、アレンジを変えていろんな方々が歌ってるって作品なんですけども、この中でねやっぱりね豆食い曲歌ってるんですよ。これがね、シンデレラたちの伝言っていう、おにゃんこクラブの誰だっけ、あの人、高井真美子の曲をカバーして歌ってるんですけど、これをね、アレンジャーの新川博さんね、80年代後半ぐらいに ものすごい大活躍された方ですけど、新川さんがアレンジし直して原曲と違うコードを当てるっていうね、そういうのでね、ものすごいドラマティックな感じにね仕立て上げていて、でマメグもね、歌めちゃめちゃ上手い人じゃないですか。なのでね、これがもう大好きで、個人的にはね、このデビューみたいなアッパーな曲よりも、こういうちょっとね、スローな聴かせる曲、タイプの曲を期待してたんですよ。そこがちょっとね、あーっていう個人的なところで、なんかちょっと、あー残念っていうところでしたね。あ、もしね、豆具知らない人はね、マクロスフロンティアの、あれなんだっけ、名前忘れちゃったな、シェリル・ノームじゃない方の、主人公の女の子、名前せちゃったごめん、それの声優さんやってた人ね。だからアニメの中で青函飛行っていう名曲があるんですけどね、それを歌ってた人です。はい、その後ね、再びの森口博子さんですね。これは最近のオリジナル曲ですね。でそれから、ちょっとね、次でトラブルが起きまして、近藤房之助さんがですね、東京ジャップの摩天楼ブルースを歌ったんですよね。これね、曲の後半の方で房之助さんがねロストしちゃって、どこ歌ってるか分かんなくなっちゃって、でね、そこでもうね下がっちゃったんですよ、袖に。まあ、バンドはね最後まで完走したんですけどね、ちょっとこれ残念だったんですけども、まあでもね、ちゃんとこう曲、それでも曲の形にはなっていたし、まあこういう時にはね、一つこれもありなのかなっていう思いました。なんか無理やりね、こう房之助さんって無理やり取り繕ったりするタイプでもないんで、だからそういう部分でね、房之助さんらしいまとめ方だったかなって気がして、俺は別にねこれ悪くなかったなと思ってます。はい、で再びのね山内圭介さんがね、その次さらに盛り上げまして、いやこれねほんと素晴らしかったな。多分ねこの日全曲の中で声のノリが一番だったと思います。その後ね、さらにまた朝倉美希さんがですねまた声の圧で押すっていうね、すごい歌を聴かせまして、でその後がねまたすごい聴かせどころでね、酒井優さん、砂の果実をね歌ったんですけども、こ
このね、砂の果実というのはね、中谷美紀さんのね、曲なんですけど、中谷美紀さん今海外で暮らしてるんでね、あの、外国の方と結婚してからね、今どこだっけ、オーストリアかななんかで暮らしてるので、まぁ、ちょっとね、あの、来れないっていうのもあったんだろうと思うんですけど、砂の果実。で、あとね、この次に、マックス・ラックスがね、マインド・サーカスっていうね、このコンサートの主題曲を歌うんですけど、これもね、中谷美紀さんの曲なんですよ。この2曲は、ウリノさんの、あの、全作品の中で、あの、ご自身がね、一番大事な2曲と認めてる曲なんですね。ものすごい、こう、重要曲だったんです。まあ、それを本人が歌えなかったのはちょっと残念ではあるんですが、このね、酒井優さん、あの、ピアノの弾き語りだったんですよ。で、これだけね、アレンジが全然違う形だったんですね。これがね、素晴らしくて、言葉がもうすっごい入ってくる感じ。これすごかったな、これは本当に。でね、酒井優さんは確かね、京平さんのコンサートの時も出てて、その時もね、ピアノの弾き語りみたいにやったんですよね。これがやっぱり素晴らしくて、それがあったから今回もってなったんじゃないですかね。酒井優さんね、意外と皆さん知らない人多いと思うんですけど、あの、本当にすごいので、ちょっとね、ぜひ一回、作品聴いていただきたいなと思います。はい。まあ、それでさっきのね、マックス・ラックスがマインド・サーカスを歌い、その後ね、中西敬三さんが出てきてね、チケット・トゥ・パラダイス歌って、もう盛り上げまして。まあ盛り上がるよね、この曲ね。で、その後ね、ちょっとびっくりしたんです。ビバリーがまたね、出てきたんですけど、なんとね、巡り合い歌ったんですよ。でね、ビバリーで巡り合いって風にね、画面に表示された時、みんなね、あれなんだろうって感じだったんです。これ一発で分かりましたけど、これね、映画版のガンダムの3の主題歌、井上大輔さんが歌ったんですけど、ちょっとね、こうスローめな曲なんですけどね。で、途中からグワー盛り上げるやつだから、ガンダム3のさ、だからアバウアクーの戦いが終わってね、ホワイトベースのみんながさ、外のランチで待ってて、アムロがね、なかなかこう出てこないっつって、で、勝つで月がね、カウントダウンして、で、ゼローっつってね、アムロのコアファイターがバーン出てくる、あの時に確かかかってんじゃ、バックでかかってんじゃなかったっけ、違った？ごめん、違ったらごめん。まあ主題歌なんだけどね、アニメの。なんかね、すごく印象的なところで使われる名曲なんですけど、これを、ビバリーね、もう超熱唱しまして、これもね、素晴らしい歌でしたね。ほんとね、よくやったって感じ。もちろん男性の曲だからね、女性が歌ったら全然違う感じになりますよ。でも自分の持ち味でね、見事に歌い切って、素晴らしいクオリティでした。井上大輔さんもね、もう亡くなっちゃってるからね。いやー、これね、ちょっとびっくりしました。で、俺、後で思い出したんだけど、2年くらい前かな、ビバリーインタビューしてんだよな、俺、そういえば。完全に忘れてたわ。こんな、その時も、歌素晴らしかったなって印象あるけど、ここまで素晴らしかったっけと思ってね、なんか、同一人物に見えなかったんだよな、ちょっと。その後ね、次、稲垣潤一さんがね、もう一回出てきまして、3回目の登場ですか。PS 抱きしめたいね。これね、これもアルバムの曲なんか、ベスト版かなんかに後で追加で入った曲だっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、結構ね、イレギュラーな形でリリースされた曲だったと思うんですけど、そういう曲である割には、作曲が林哲司さんなんですけど、まあ、林さんも織野さんもそうなんだけど、意外とこの曲気に入ってるみたいで、まあそれでね、多分選ばれたんだと思います。次がね、中村雅俊さんのね、家路っていう曲が歌われました。これね、雅俊さんのアルバムに入ってる曲なのかな？なんだけど、俺全然知らない曲で、でもね、これ意外と名曲でしたね、これは。曲が素晴らしかったですね。まあ歌詞はね、織野さんにしては結構、あんまり癖の強くない感じのタイプの、まあ、中村雅俊らしい世界観の曲だなっていう感じもね、したんですけどもね。俺ちょっと不思議なのはさ、雅俊さんってさ、京平さんのコンサートの時もそうだったんだけど、一曲は自分の持ち歌なんだけど、そんなに有名じゃない曲歌ってて、他のアーティストの曲でももっとこう、代表曲とか、これやんなかったねみたいに言われるような曲ってあるんだけど、二曲目をあんまり有名じゃない曲歌うのは何なんだろうっていうのはね、ちょっとこう、まあでもまあ、ね、曲はね、素晴らしかったからいいんだけど、ちょっとね、不思議だなと思ってますね、これ。はい。
でそれからね、杉山清貴さんね、最後のホーリーナイト、これもね歌素晴らしかったな。これ本当にね当時とね変わらないんですよ、歌声が。なんだけど当時よりも歌はるかに上手くなってるんです。でもうあの杉山清貴さんももう60完璧超えてるよね多分ね。俺この前ね矢を見に行ったんですよ。そしたらねもうね歌本当に素晴らしくて、この人こんなに歌うまかったっけってびっくりしてね。多分ね若い頃よりもね今の方が歌うまいんですよ。でしかもね声もね全然劣化してなくて、今の方がね断然いいんですよ。あのもしねあの杉山清貴さんね昔好きでしたって人は今のコンサート行ってください。あの多分昔よりいいから。で昔好きだったっていうのをその気持ちも満たしてくれるから、もうね今のね杉山清貴さんねマジで最強だから本当に見てほしいです。その後ね再びの横山健さんねまた A ちゃんを歌いました、ピュアゴールドね。やっぱり A ちゃんねなりきり型で素晴らしかったですね、これもね。でその後がねもうあのこの日のあの本当のハイライト、藤井フミヤ&藤井直之ね、もうこの時点でみんなお客さん総立ちですよもうね全部持ってきました。これまでのは何だったんだっていうぐらい全部持ってってね、曲によってねちょいちょい立ち上がってる人はいたんですけど、基本的にあの皆さんお客さん座ってたんですよ。ここはね総立ち、完全に総立ちで、フミヤもすごい、歌ったのがね、まず星屑のステージ、それからジュリアにハートブレイク、それからソングフォー USA で、その後ねあのバンドのね、ソロ回し曲みたいの一回やって、あのフミヤたち引っ込んでねアンコールみたいな感じでまた出てきて、涙のリクエストを歌ったんですけど、あのやっぱりねこの若い頃の一番元気が良かった頃の声って、その頃のすごい喉のまだね全然こう強い時期、若くて強い時期のに合わせて作られてるんで、結構ハイトーンがあったりとか声を張らなきゃいけない曲とかあったりして、まあ Song for USA はね、まあでもサビのとこ結構強いかなんだけどね、結構今歌うのしんどいと思うんですよ。フミヤも途中の MC でね、なんかあの今日の選曲は全部ウリノさんがやったんですけどって、こんなねなんか大変な曲ばっかり俺一人でこんな歌わされてみたいなとね笑いを取るようなことを言ってたんですけどね、ほんとフミヤね声もあの歌う時のニュアンスとかも当時とねほぼ変わらない。微妙にやっぱりちょっとね辛かったんだろうなってところはあのうまくねちょっとこう違和感ない程度に変えて歌ってたんですけど、多分ね気づいてない人も多いと思う。そのくらい絶妙にちゃんと当時の雰囲気がこう壊れないようにほんとその通りに歌って、でも今の自分の実力もちゃんと発揮するっていうね、やっぱね見事もうプロフェッショナル。それでいてねこうフミヤの素晴らしいところって、例えばねこの鳥ですっていうところね、でどう考えたってチェッカーズの曲がハイライトになるのは、まあ、自分たちでもわかるわけですよ、ね、そうなった時に自分はこうどういう立場としてコンサートに臨むべきか、どういうパフォーマンスをするべきか、ね、どういうふうにお客さんを盛り上げていくべきか、ね、どういうふうに歌うべきかみたいなやつを、まあもちろんね演出の指導があったのはねある、まあ、ちょっとあると思うんです。なんだけれどもフミヤはそういうのをそれ以上に察して、それ以上のクオリティでやる人なんですよこの人。でそれをねさらっとした感じで出すんです。もちろん裏では努力あると思いますよ。でも外から見たら自然にさらっとやるんですこの人。これねフミヤさんもね2回くらいインタビューしてて、うち1回はねクールスなね村さんとフミヤの対談っていうすごいのを僕は仕切らなきゃいけない時があって、その時もそうだったんです。あの何を聞いてほしいんだろうなみたいなものとか、何をこう喋ったらもっと面白くなるんだろうなみたいのをこっちが言わないのに全部自分で考えて話をどんどん進めてくれるんですよ。それですごいさらっとして全然こう威圧感とかないし、
こう芸能界っていうかね、音楽関係のこう今の現役の人たちの中でもチェッカーズとフミヤっていう人はトップレベルにいるんです、今。その業界の順列的な感じで言うと、まあいろんな意味で順列があると思うんですけどね。その人がこんなに全く大物ぶりもせず、さらっと普通に対応してくれて、しかも仕事を求める以上のものを全部ちゃんと自分の頭で考えて勝手にやっちゃうって、もうね、もう驚愕して、今回もそれでした。もうだからね、いつもそういう仕事をしてるんだと思う。あのね、ほんとね、素晴らしいです。そんな人他に見たことないです。それでお客さんはもう超超大盛り上がりですよ。なんかね、本当にね、あの当時に戻る感じ。あのやっぱりね、お客さんの年齢層ね、高めでした。50代以上くらいの人がメインだったと思います。でもみんな多分ね、少年少女に戻ってたんじゃないかな、この時は。おばちゃんたちがみんな黄色い声出すんですよ本当に黄色い声で声援してて、キャーみたいな感じ、本当に。でほら、涙のリクエストってさ、あのこれあるじゃないですか、涙のってやつ、おっさんもみんなやるんですよ、おっさんが。みんなね、その当時に戻ってんですよね。タイムスリップさせた感じ。ふみはびっくりしました。素晴らしかったです。でね、最後その日のオールキャストが出てきて、郷ひろみのね、億千万ね、2億4000万の瞳を全員で歌ったんですけどね。まあそこでもメインシンガーはふみやだったかな。ふみやと、中西圭三さんの声が比較的聞こえたかな。ちょっとね、いろいろ混ざってたんでね、分かんなかったけど、あと女性チームで頑張ってる人たちもね、いましたね。まあそういう感じだったんですけども、まあそこに最後ね、あの、芹沢博明さんがね、花束を持って出てきて、売野さんに花束を渡して、で、ちょっとね、こう、まあ、昔からのね、戦友みたいな関係ですから、ちょっと軽口叩くようなのがあって、で、売野さんのちょっとおしゃべりがあり、まあ、売野さんね、あの、ファーストステージ、セカンドステージの、1曲目終わった後に出てきてね、ちょっと喋るってのやってましたけども、まあ、そういう感じで、終わりましたと。あ、最後、船山さんもね、もちろんステージに出てきてね、って。で、最後ね、この億千万ね、最後終わるとき、フミヤがね、これですよ、フミヤのすごいところ。フミヤが、売野さんに、あの、最後ね、こう、ジャーンって演奏終わるじゃないですか。その、終わる合図ね、閉めてくださいって言ってたんですよ。だからそれね、ちょっと微妙にマイク乗ってたから、絶対言ってたと思うんだけど、フミヤがね、売野さんにこうやって閉めてくださいって、ジャーンって終わらせるみたいなんで、バンドの方向いて、やってください。で、それで閉まったんですよ。あの瞬間の、売野さんかっこよかった。フミヤってそういうのをできる人なんですよ。だからちゃんと自分の立場分かってるんです。これは俺が言うしかないって。素晴らしい。本当に素晴らしいと思う。でもうね、本当にこれ皆さん満足されたと思いますよ。いいコンサートだったなぁ。はい、まあそんな感じでね、今回終わったんですけどもね。まあ今回はね、結構満足度高かったんじゃないかなと思いますね。うん。でまあね、このパンフレットね、まだちょっとあの中身は読めてないんですけども、まあこれにね載ってたんですけど、7月12日だからまだ出たばっかりかな。あの今回のね、このあの金子国芳さんのね、このイラストを使った、まあ、今回のに絡めたコンピレーションシリーズですかね、4タイトル出てるのかな。はい、まあ4タイトル出てるみたいです。まあその中にもね、ちょっとこういろいろ面白そうなのもあるので、河合直子作品集とかね、ちょっとこれ欲しいな。実はね、河合直子さんにね、丸ごと、アルバム丸ごと全部、あの、売野さんの作詞ってやつが2枚あるんですよ。あの、全曲売野さん作詞で、全曲、罪恭平さん作曲っていうアルバムがね、2枚あって2作連続で出るんですけど、それがね、あの、両方ともこう、作品の傾向が全然違うタイプでね、ヨーロピアン的なサウンドのやつと、もう1個はね、なんつったらいいのかな、ちょっとプログレッシブなサウンドの感じのやつだったんですけどね。これがまたね、素晴らしいクオリティの作品で、なのでね、おそらくこの、河合直子作品集にはね、そういうのがね、いっぱい入ってるんじゃないのかなと思うんですよね。ちょっとこれ、
はいいな、これ欲しいな、まあ、とかね、そんな感じで、コンピレーションがね4タイトル出てるみたいです。で、あとねこれ前結構前に出たやつなんですけど、これね35周年の時のやつですね。ウリノマサオ、ウリノマサオ作詞活動35周年記念、天国より野蛮っていうタイトルのねやつが出てますけども、天国より野蛮もね、これもね中谷美紀さんの曲なんですよね。なんかタイトルが全部中谷美紀なんだよな。あ、これ違うね、この真夏のイノセンスは、これはこのコンピレーション向けの、 あの新曲だったんですけどね、杉山清隆さんが歌ってね。それからね、ウリノさんね本もあるんですよね。タイトルはね、砂の果実という、今までのね活動のね話をいろいろと書いてて、結構面白かったですね。これはいろんな裏ネタがね書かれていますよね。これどうやらね表紙が変わってね、もう一回出し直しになるっぽいですね。でそれからね、これちょっとレアなんですけどね、プールサイドに3ビート捨てドラをくれっていうね、田中義明さんっていうね方が書いた瓜野正雄の世界っていうね昔の本なんですけどね、80年代、何年だろうこれ、昭和60年って西暦で何年わかんないけど、まあなんかその頃の本があります。はい、まあそんな感じだったんですけどもね、ざーっとあの何の曲やったか紹介してみたんですけれども、あのやっぱね瓜野さんの作品ね、これだけじゃちょっと紹介しきれないですし、あの瓜野さんの歌詞の個性みたいな話もねまだ全然できてないので、ちょっとそれはね別途あのなんかレコード紹介しながらね動画撮ってみようかなと思います。もしかしたらすぐできないかもしれないけど、ちょっと順番にねやっていこうと思うので、あのよかったらそちらの方もお待ちくださいという感じです。はい、そんなわけでね、もしね今回の動画良かったなと思ったら、ぜひいいねしてやってください。それとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。音楽ライターの池ちゃんでした。